はい。どうも皆さん、こんにちは。S クラフトの新原です。今日は Vlog ですね。えっと、2日前かな。えー、間取り考察動画71、13坪平屋新生ロフト付き、2人暮らしプランというね、間取りをアップしました。えー、まあ、結構な回数を皆さんに見ていただいてるんだけど、やっぱりね、それ以上に、いろんなコメントがね、今回の間取りに関しては入ってると。で、今回の間取りの特徴っていうのは、 やっぱり玄関入ってすぐキッチンの方に行ける土間、パントリーに行く動線があったりとか、リビングの一角の中にトイレがあるということで、いろんなコメントをね、賛否両論いただいております。で、ここでちょっとね、お伝えしておきたいのが、今回の間取りを作ってる段階で、最初はそのユニットバス、洗面化粧室の下にトイレ持ってきました。で、その下に寝室を横長にしてレイアウトをしました。 で、あし結構しっかり綺麗に収まったなと思ってた。こう見てたんだけど、なんか、いつもの間取りとこれ変わんないなと思ったわけですよ。そこで、じゃあ、せっかく玄関を1.5畳広いスペース取ってるんだから、ここに、じゃあ自転車を持ってこようと。自転車が趣味の人が住む家にしようと思ったわけですよね。1.5畳も玄関ホールあれば、自転車十分置けます。で壁掛けにすれば、自転車、ロードバイクとかをね、展示しておくこともできると。 ただ、皆さんの過去のコメントを思い出したときに、あ、そっか、キッチンに行くパントリーに繋がるようなね、動線を玄関から繋げてほしいみたいなコメントもあったなと思って、じゃあそれを今回の窓に落とし込もうということにしました。つまり、コメントに皆さんが書いてくださったように、ユニットバス洗面、ここにトイレがいいでしょうと。で、寝室はその下横長にすればいいんじゃないのっていうコメントも結構あった。それはね、もう最初に考えました。 考えたんだけど、その間取りを今回また公開すると、いつもと変わらなくなってしまうと、自分の中では思ったんですよね。だったら思い切って、今までにはないんだけど、リビングの一角にトイレを持ってこようと。ただ、リビングにトイレを持ってきたからといって、トイレの引き戸を開けても、便器は見えないようにしようということで、今回の間取りをね、アップしたわけです。 そのパントリーについても、まあ、玄関ホールから土間が続いてキッチン、パントリーの方に行けると。実際に過去建ててるお客様でも、やっぱりそのメインの玄関と別で住人の方だけが使える靴を脱ぐ場所が欲しいっていう声はね、結構あるんですよ。それってその来客とかお友達とかが来た時に、その玄関に普段履きの靴とかをね、見せたくないということで、来客は ここのスペースから使ってもらう。自分たちはこっちから上がっていく。みたいな要望もまあ結構多かったりするんです。皆さんのライフスタイル、今までの、ね、中で、そういった要素って多分あんまり必要なかったと思うんですよ。ただ、そういうのを必要としている人もいるっていうことで、今回の間取りを提案してみたということなので、いろんなコメント来るのは大変ありがたいことです。で、コメントに関して、 すべてのコメントに関して自分が返信するわけじゃないんですね。自分が返信したいなと、返信しようと思ったコメントにだけ返信してるので、特に金額についていくらですかとか、あと、ちょっと批判的なコメントに対して、あの、答えたりはしないんで、そこはご了承ください。でまあね、今回のコメントをずっと見てると、えー、ロフトがね、いらない、 みたいなね、コメントも結構多かったなと。最近そういうコメント結構多いんですよね。ただ、S クラフトの建物って、まあ、どのプラン選んでも、ロフトを付けられると。しかも結構広いロフトっていうのが特徴なので、この間取り動画の中では、できるだけロフトを出していこうと思ってます。皆さんがロフト使わないと、純正な平屋がいいと思ってても、提案としては、ロフト付きのものをどんどん見せていこうっていう考えなんですね。だって、そんなこと言ったら、 インナーガレージ付きのプランを望んでいる人なんて本当にごくわずかなんです。でも、インナーガレージ付きができるんですよっていう見せ方をしていかないと、それすらもうできるかできないかっていう皆さんわかんないですよね。なので、このロフト付きプランっていうのがほぼ標準になっているエスクラフトの建物も、別にロフト使わなければロフト付けなくてもいいんです。ただ、ロフトを付けると、こういう屋根の形状でこれだけの空間がしっかり取れると。しかもそのロフトは、 車熱工法っていうのを使っているので、一年中快適に真夏も暑くならないんですっていう話をしたいわけですよ。確かにロフトに行くために階段設定してます。で、この階段っていうのが1.5畳分ぐらいのスペースを取ってるということは、ロフトがなければその階段も必要ないので、部屋を広くすることもできるし、クローゼットにすることもできる。ランドリーにすることもできるかもしれない。そこは、 臨機応変に対応していけるんだけど、すべてがすべて、まあそういうプランになってっちゃうからつまらない。だったら、他ではあまり提案してないロフトっていうものに軸を置いて、まあ、間取りを作っていこうっていうコンセプトなので、そもそもが自分にはロフトいらないとか、インナーガレージいらないとか、そのコメントを書いていただくのは結構なんですけど、コンセプトとしてその間取りを作って提案している。しかも、 その間取りがいい。実際にそれを建てるっていう人もいるので、なんでこんな間取り作ったんだとかっていうことに対して、返答はしていかないということです。で、今日ね、ここ、なんか見たことある風景ですよね。過去の動画で出してるんだけど、ここ、海沿いに展示している小屋キットタイニーの中で今日は撮影してます。これね、ヨギボ置いてあります。ちょっとね、どっかから持ってきて、ちょっと今こう仮置きしてあるんですよね。 で今ね、非常にね、この小屋キットタイニーの問い合わせも増えてて、要は6畳以下の小屋なんですよ、ベースが。だから10平米以下になるので、原則的に確認姿勢のいらない建築物っていう小屋なので、まあ、どこにでも持ってって建てることができますよと。で、実際、ここはその小屋キットタイニーの内装を全部仕上げて、エアコンつけて、照明つけて、断熱入れて、壁も張って、要は普通の家と同じ仕様にしてます。 でも広さ的には5畳ぐらいの広さ。この小屋を建てたいなということで、結構今ね遠方から皆さん海沿いの方に見に来てくださってます。ありがとうございます。なんだかんだ言ってですね、4月ももう終わりなんですよ。で、4月の間に動画クリエイターの方と組んで動画をね、企画動画4本アップしました。毎週金曜日アップするんですけど、この動画に対しても、もうずっとこのチャンネルを見ている方からすると、 いや新原さん、これね、ちょっと違和感あるよと。いつもの自然な感じじゃなくて、明らかにこう言わされてる感も出てるし、なんか内容からすると他のこれチャンネルでも見れるんじゃないのみたいなコメントもあった。ただですね、あの、この海辺の工務天気ママチャンネルっていうのは、基本的には自分が発信していきたい内容を発信する。住宅とか住まい、家づくりに関して。その中でいつも見てくださってる方は、 こういう、このチャンネルの中の動画はこういうコンセプトだよねっていうのを分かってくださってるんだけど、一人でもやっぱりね、多くの方に見てもらいたいんですよ。このチャンネルを。となると、他のチャンネルでやってるような動画に近いテイストのものも取り入れていかないと、新しい人にもね、どんどん見ていきたいから、いろんなチャレンジをしていかなくちゃいけないっていうことで、動画クリエイターの方と組んで、まあ今週末もまた撮影あるんですね。来月分の4本分の撮影をすると。 皆さんからすると、ちょっと違和感あるかもしれないんだけど、この企画動画っていうのは、一、まあ、人でも多くの方にこのチャンネルを見ていただくためにやっていくというコンセプトになっています。なので、まあ、もうちょっとね、自分がこういった感じで、自然な感じで喋っていければ、あのー、企画動画もね、まあまあ見れるものになっていくと思うんです。ただ、その企画動画の中で、その今までの間取り考察動画の、 コンセプトつけたベスト3とかいろいろ出していくので、それはそれでね、結構皆さん面白いんじゃないかなと思います。ああ、この間取りが人気なんだなと、問い合わせ多いんだなと、実際建築する方が多いんだななんてね、皆さんにこう分かってもらえればいいんじゃないかなと思って、あの間取り動画ベスト3とかっていうのも作っていってます。今後も、この海辺の公務店気ままチャンネルでは、もともとはね、もともとは本当に自分が撮影したいものを 撮影してアップしていくっていうコンセプトのチャンネルなので、その家作りはもちろんなんだけど、例えばウッドデッキのこともそうだし、今日なんかもちょっとした大工作業とかやってみて、あ、こういうのも動画で撮影しても面白いかなとか、あとはやっぱり自分がライフスタイルの中で一番重要視している車ね、過去の間取り動画でもたくさんインナーガレージ付き出してますっていうぐらい自分はもう本当に車があって、 で、自分のライフスタイルがあるみたいなイメージで生活しているので、そういった動画もね、本当は撮っていこうと思っています。なので皆さん、これからこのチャンネルの中では、いろんな企画動画をね、撮っていくと思うんです。そういった部分も、今までの動画とテイストは変わるんだけど、ぜひね、楽しみにしていただいて、末長くね、お付き合いいただければなと思います。では、